神奈川15区での河野太郎氏の応援演説が予想外の大炎上を引き起こしました。彼はこの事態に対応するため公式サイト上で釈明を行いましたが、その内容が逆に炎上を加速させる結果を招いたのです。今回は衆議院選挙の舞台裏にあるこの波乱の状況と河野氏が直面している深刻な状況について詳しく見ていきましょう。まず演説での騒動に注目しましょう。河野氏の発言に強い不満を抱いた地元住民と貿易病被害者の遺族が彼に対する非難をその場で表明しました。現場には悲しみと怒りが交錯する緊迫感が漂っており、彼らは河野氏がかつて言った V の安全性についての発言をもはや信じておらず、河野氏に対して深い不信感を抱いています。また彼が事故の責任を他機関に押し付けようとする姿勢がさらなる批判の対象となっています。河野氏は自身に対する批判をデマと一蹴し、SNS 上で批判的なコメントを次々にブロックしていくという対応を取りましたが、これもまた逆効果を生んでしまいました。ネット上ではこの対応が言論封鎖と捉えられ、さらに批判が過熱しているのです。河野氏は果たして国民の声に真摯に耳を傾けるのか、それとも自己保身を続けるのか、状況は彼の支持基盤が崩壊しかねない深刻な局面に差し掛かっています。次に河野氏が神奈川15区で言った応援演説に対する地元からの批判と反応に話を移しましょう。河野氏の登場に対して地元住民や有権者から厳しい視線が投げかけられました。彼が現れると貿易病被害者の遺族たちは激しい批判の声を上げ、河野氏のこれまでの発言や行動に対する強い反発を顕在化させました。河野氏はこれまで政府の V 政策に深く関与し、その推進役として活動してきましたが、地元の支持基盤が揺らぎ始めていることが明らかになりました。地元の住民たちが怨念と表現する感情の根底には、河野氏が過去に発した V の安全性や政策に対する不信感が積もりに積もっていると見受けられます。応援演説の場には全国各地から V 被害者の遺族も駆けつけ、彼らは失った家族や友人への思いを込め、息子を返してほしいと切実な声を上げました。その場は彼らの怒りと悲しみが瞬間的に表出し、場の雰囲気を一変させました。この場で訴えられた声は、ただの謝罪や賠償を求めるだけでなく、命を奪われた家族への深い悲しみに共鳴し、具体的な対応を求めるものであったようです。この光景は河野氏がどれほど地元有権者の感情に対して理解を示しているのか、また彼がどう向き合っていくのかを問う場にもなりました。演説中にはある遺族が河野太郎に票を入れる者は人間ではないとまで言い放ち、彼らの心情に対する寄り添いが見られず、一時的なスキャンダルとして受け流されていると感じる怒りが噴出しました。河野氏はそのような批判や悲しみに対して何の応答もせず、淡々と演説を続けていましたが、この姿勢が遺族や参加者の心にさらなる反発を呼び起こし、会場はますます険悪な雰囲気になっていきました。河野氏が地元でこのような厳しい反応を受けている背景には、彼がかつて V の安全性について発言した内容が影響しています。河野氏は V 接種が原因で命を落とした人はいないという立場を貫いていましたが、多くの国民がその言葉を信じて接種を決断しました。しかしその後、健康被害や命を落としたとされる事例が現実のものとして明らかになり、遺族たちは彼に対する責任追及を求めるようになりました。河野氏が地元住民や遺族に真摯に向き合おうとしない姿勢が再び露呈し、彼への不信感がさらに深まる結果となっています。地元住民は人の命を軽視するような政治家は必要ないと声を上げ、河野氏への不満が頂点に達しています。この演説会は河野氏にとって支持基盤を固めるべき重要な場であると同時に、彼の政策と態度を厳しく問いただす場でもありました。地元住民が河野氏に求めているのは単なる言い訳や責任回避ではなく、彼が主導してきた政策に対する真摯な説明と謝罪です。しかし河野氏はこの日そのような姿勢を示すことはありませんでした。このことは地元有権者に自らの行動に責任を持たないという印象を強め、
彼の支持を揺るがす要因となっています。応援演説に訪れた河野氏に対し浮き彫りになったのは、地元住民が彼に対して抱く不満と失望の深さでした。演説の中で明らかになった遺族たちの訴えや有権者の怒りは、単なる一時的な反発ではなく、根深い社会的な感情が現れていると言えるでしょう。河野氏はこの声に耳を傾けることなく演説を続けましたが、このまま遺族や地元住民の感情を無視していては、さらなる批判が彼を待ち受けることは明らかです。次に、河野太郎氏が過去に言った部位に関する発言とそれが招いた非難について見ていきます。河野太郎氏は、防疫病の推進を強力に支持する立場から、接種後の死亡例は一例もないと何度も強調してきました。この発言は、国民に安心感を与えることを目的としていたかもしれませんが、実際にはその言葉を信じて接種に踏み切った多くの人々に悲劇をもたらしました。この発言の影響は広範に及び、接種後に命を落としたと感じている遺族たちにとって、河野氏の言葉は単なるデマではなく、彼自身が命の重さに対する無関心さを表していると受け止められる結果となりました。河野氏の発言が人々に及ぼした影響は計り知れません。彼がアメリカで2億回接種しても死亡者はゼロと強く訴えることで、多くの国民がその情報を信じ、V 接種を決断しました。しかし、現実には接種後に健康を損ない、命を落としたと感じる遺族たちが続出し、その数は少なくありませんでした。こうした現状を目の当たりにした遺族たちが河野氏の発言に、対して激しい怒りを抱くのも無理はありません。最愛の家族を失った遺族たちは、河野氏の言葉が彼らの悲劇を引き起こした一因であると感じ、彼に対して強い責任を追及しています。さらに、河野氏が発言の根拠として引用したアメリカ CDC の発表にも多くの疑問が投げかけられています。河野氏は、アメリカ疾病予防管理センター CDC が2億回の接種で死亡者ゼロ、と報告したとして V の安全性を強調していましたが、この発言が当時の事実をどこまで正確に反映しているかは明らかではありません。また、CDC のデータは常に更新されているため、その時点でのデータをあたかも絶対的なものとして取り上げた河野氏の姿勢には批判が集まっています。遺族たちにとっては、河野氏が自己の主張を正当化するために都合の良い情報を利用したように感じられ、彼が本当に命の重さを理解しているかに疑念を抱かせています。この一連の発言に対する反発の根底には、河野氏の一貫した責任転嫁の姿勢が影響しています。彼は CDC の発表に基づいた発言だったと強調することで、自分の責任を曖昧にしようとしていますが、V 推進のリーダーとして国民に接種を呼びかけた彼が、結果について一切責任を取らない姿勢は遺族にとって納得のいくものではありません。河野氏の部位で亡くなった人はいないという言葉を信じ、家族を失った遺族たちはその責任逃れに大きな苦しみと不信感を抱いているのです。さらに河野氏は、部位の効果や安全性は厚生労働省の確認によるものという立場を取ることで、自身の関与を最小限にしようとしています。これは、彼が V 担当大臣という役職にあったにもかかわらず、国民に対し安全性を保障するかのような発言を繰り返し接種を促していたという経緯と矛盾しています。この姿勢が命を預けた国民の信頼を裏切るものと映り、遺族たちは自らが推進した V 政策から都合よく自分を切り離そうとしていると感じ、彼に対する不信感を隠しきれません。こうした一連の発言や行動は、単なる個別の失言として見過ごされるものではなく、河野氏のリーダーシップと責任感の欠如が顕著に浮かび上がる一例として、今後も語り継がれていくことになるでしょう。続いて、河野氏の公式サイトでの釈明と責任の転嫁に移ります。彼は、自身の公式サイトで批判やデマに対して反論する姿勢を示し、V の安全性に関する過去の主張が CDC の発表に基づくものであると主張しましたが、この釈明が真実を伝える内容であったのかについては疑問を抱く声が多く上がりました。河野氏は、自身の役割が厚生労働省が承認した V を各自治体に供給することであったと説明し、
V の効果や安全性については厚労省に責任があると強調しています。しかし、国民からすれば、河野氏は V 政策を率先して推し進め、国民に安全性を信じ込ませた人物であり、その責任をすべて他機関に転嫁する姿勢には疑念が生まれます。V 担当大臣という重要な立場にありながら、実際に問題が発生するとその責任を曖昧にする態度は、河野氏のリーダーシップへの信頼を大きく損ねる結果となりました。また、河野氏は V の副作用や後遺症に対する責任は自分にはないとも述べ、厚労省の承認プロセスが問題であるかのようなニュアンスを含ませました。自身の役割を V の流通や管理に限定することで、V の効果や安全性に関する責任を一切回避しようとしています。しかし、過去に V の安全性を国民に対し強調してきた河野氏の姿勢と、この発言は大きく矛盾しています。遺族たちは、河野氏のこうした発言を無責任な逃避と捉えており、厚労省に問題があると暗示しつつも、V 政策を率先して推進してきた自身の立場に対する責任を避けるような発言が、国民に対して不誠実な印象を与えました。さらに、河野氏の釈明文には遺族に対する直接的な謝罪や配慮が見られないことも注目されています。遺族や被害者たちは、彼の発言を信じて V 接種を決断した結果、家族や愛する人を失ったと感じていますが、河野氏の公式サイトではそうした感情に向き合う姿勢はほとんど見られませんでした。この冷淡とも取れる対応は、彼が本当に国民一人一人の命を重んじているのかという疑念を抱かせるものであり、多くの国民がその誠意に欠けた態度に疑問を抱いています。河野氏の釈明文全体を通して見られるのは、自己保身に徹する姿勢であり、遺族や国民に対して一切の責任を取ろうとしない態度です。このような姿勢は、彼のリーダーシップや信頼性に大きな影を落としており、国民の信頼を失う一因となっているのは明らかです。最後に、河野太郎氏のネット上の誹謗中傷に対するスタンスとその影響について触れます。河野氏がネット上での誹謗中傷や批判に対して強い対応を示したことは、彼の支持者と批判者の間でさらに深い議論を巻き起こしました。彼は、自身に向けられた批判を事実無根の誹謗中傷と位置づけ、これを名誉毀損として訴える姿勢を公表しました。この対応は、政治家としての強い立場を示す行動として支持する声もあれば、批判的な視点からは意見の封じ込めを図っているのではないかという懸念の声も少なくありません。国民にとっては、政治家に対する健全な批判が河野氏の一方的な対応により制限されていると感じられる点が問題視されています。さらに、河野氏は SNS 上でのコメント内容やタイムラインの健全さを保つためという理由で、積極的にブロック機能を利用していることを明らかにしています。タイムラインが誹謗中傷であふれることで、新たな支持者や情報を求める人々に不快感を与えることを避けたいというのがその理由です。しかし、この行動にも賛否が巻き起こっています。ある人々は、河野氏が全ての批判や異論を誹謗中傷とみなし、批判的な声を封じ込めているように感じているからです。一般的に、政治家は様々な意見に耳を傾け、国民の声を汲み取ることが求められますが、河野氏の対応はその姿勢と大きく対照的であり、国民との距離がさらに広がっているとの指摘が増えています。河野氏のスタンスには、意見の封鎖や言論統制といった批判がつきまとっています。彼は自身の立場を守るために、SNS 上での批判的なコメントを次々に排除し、それに対するアカウントをブロックすることで、彼に対する否定的な評価が公に出るのを防ごうとしているようにも見えます。この行動は、言論の自由が保障された現代社会においては異例の対応と言えるでしょう。特に、政治家である以上、多様な意見に寛容であるべきだとする国民感情とは乖離があり、河野氏の行動に対して疑念を抱く人々が増加しています。また、河野氏は、SNS 上の誹謗中傷が他のネットユーザーに対するいじめや、嫌がらせにつながる危険性がある点も指摘しています。ネット上での誹謗中傷が深刻な精神的ダメージを与え、社会問題に発展するケースも多いことは否定できません。しかし、
河野氏が実施している SNS 上でのブロックや訴訟が本当に誹謗中傷の抑制につながるのかについては疑問の声も上がっています。むしろ彼の強硬な対応が批判者をさらに刺激し、新たな反感や反発を生み出しているという指摘もあり、ネット上では言論の自由に関する議論が過熱しています。特に注目すべき点は、河野氏が一連の誹謗中傷や批判に対する反応において、自身に向けられる全ての批判をデマや誹謗中傷として一括りにしているかのように見えることです。 SNS を利用する多くの人々にとって、批判や意見は必ずしも誹謗中傷と同義ではありませんが、河野氏はこれらを一体として捉え、健全な意見交換の場を閉ざしているとの懸念が広がっています。こうした対応により、彼に対する批判的な意見は SNS 上から排除され、河野氏のタイムラインは支持者の声のみで構成される、偏った情報環境が形成されつつあると指摘されています。このような一連の行動は、政治家としての彼のリーダーシップや国民との向き合い方に大きな疑問を投げかけています。河野氏が実際に批判を排除し、自分の立場を守るために過剰な対応をとっているとすれば、国民との信頼関係を築くことが困難になるでしょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回の動画では、河野太郎氏が神奈川15区での応援演説で引き起こした炎上の経緯と、その後の釈明、そしてネット上での対応について深く掘り下げました。皆さんも感じたかもしれませんが、彼の発言や対応は国民の信頼を得るためというよりも、どこか自己保身に重きを置いているような印象を与えています。特に遺族や被害者たちの心の声に応える姿勢が見られなかった点は、国民の代表として大きな疑問を感じさせます。政治家であれば、批判や疑念に耳を傾け真摯に向き合うことが求められますが、河野氏の釈明や SNS でのブロック対応は、むしろ国民との距離を広げてしまったようです。皆さんは河野氏のこのような対応についてどう感じられたでしょうか。コメント欄にぜひ皆さんのご意見をお聞かせください。河野氏の釈明に共感する人もいれば、不信感を募らせた方もいるはずです。意見が異なるからこそ見える新たな視点があるかもしれません。どんな意見でも大歓迎ですので、率直なコメントをお待ちしています。